今日はアミーゴです。エベレスト今まで3回行かれてるんですか？ね、もっと行ってるの。でももっと行ってるんですか？もっと行ってるけど一番行ったのね、8800まで一番最初に行った時8800まで行ったんです。それで、やりつけてやみつきになっちゃった。8800まで行ってやみつきになっちゃった。あれでも8800ってもう一歩じゃないですか？あと一歩見てたんですけど。あ、じゃあヒラリーステップ超えたんですか？ヒラリーじゃなくて向こう側から。あ、チベット、通常で 6000m 以上になると、通常で頭ボーっとしてるっていうので普通なんですね。うん、そうありますからね。要は地上よりかはボーっとしてらっしゃいますよね。そうです。ですよね、はい、今も、はいはい。じゃあこの感じでずっと湯回りをしていくってことですね。そうやっぱりボーっとしてるんですね、これは。これが普通なんですね、もう。もうこのぼーっとしてるのは普通なんですね。ナチュラルナチュラルでぼーっとしてるんです。この一泊入れるのがいいですね。うん、そうでしょ。こうやって行って一泊、うん、で次次一泊、うん、引いてこれで一泊、うん、いいっすね。無理がないし。なんかでも酸素をこうやってるとなんかなんとなくハイな気分になってきますかね。そうなってきますよね。なります。はい。こうハイな気分に、はい、あ、それは普通なんですね。普通です。落ち着いてきたらもう運転になる。運転になってる。やっぱハイになるのは普通らしい。アドレナリンがやっぱり出てくるんですね。下さんもこのくらいのところだったら、このぐらいだったら、80ぐらいでいけるかも。これどのぐらいなんですかね。30で、メダルの方買おうかな。すごいいいですよ。ええ、そういえば6000で走ってる人いるんですか。いたのかな。いたの。本当ですか。うん、え、本当ですか。いや、金がすごいと思った。でも、え、行かれなかったっていうのは、どこを目指してたんですか？自信があったから。あ、エベレスト。6000で走るなんてすごいですね。うん、ようやってるわーと思った。私は起きないと思いました。普通に走ってたんですか？え、それ倉岡さんとの一緒のチームの人ですか？違う、彼はあの個人で行ってた。高所って強い人強いんですね。結局ずっと進めた人がつくんですかね。別に速くなくても、うん、自己流で。おみこさんってなんてもない。まあ本当今回自分はあのアコンカグア、アコンカグアいけないと、エベレストいけないですからね。酸素ですよね。酸素つかないといかないといけないんで。そこ行ければ頑張りたい。ですよね。そしたらもうエベレストも酸素使って。だから自分にとってアコンカグア今回めっちゃ重要なんですよね。もうウサギでも何でも行かないとと思って。もう誰が何と言おうが24時間歩いていようがこのペースで一
人シェルパーでも雇って、多分みんな行っちゃうと思うんです。先に26日の土曜日はいずれ着きますよね。今なんかぼーっとしてるのは普通ですか？普通。71。もうほんとここ出てくるとなんかぼーんと。言ってることが。うん。実はって感じ。あそこ歩きながら、ああ違う。ああなるほど、言ってることがやっぱりちょっとそこら辺は。あるですね、しょうがないというか。5.9 とかこれ。ありがとうございます。このぐらいのペースかな。あ、了解です。村岡さんと一緒に行かれたの一回だけ。今から中野に行きます。中野に行きます。今日は中野に向かってます。今中野に向かってます。ブロードウェイ。ちょっと商品を供給しに行かないといけないんです。中野到着、中野到着です。中野到着、ブロードウェイ到着。ちょっと商品の入れ替えを、あのバレないように商品を物色中です。できるだけ目立たないように。ほほほほほ、結構ね、作りがいいやつを探してるんですけどね、全然知識ないんで。これ今日仕入れた一人ルバンちゃん、かっこいいんだよな、これ。うちの商品がだいぶ売れちゃってたんで、来たら。これはいいや、この子。この子めっちゃいいな。高え。シベサーと松川。